こんにちは。今回は x を求めるとき数を移動させたらどうしてマイナスからプラスに変わるのかアニメ的な考え方と真面目な解説を紹介するよ。x を求めるとき x じゃない数をイコールの反対側に移動させるこのことを移行というよ。移行の意味を調べてみると左辺または右辺の項を符号を変えて右辺または左辺へ移すことなんか難しいね。 項というのはマイナス3やプラス4などイコールの記号の両側にあるそれぞれの数のことで符号とはプラスとかマイナスの記号のことだつまりイコールとはプラスやマイナスの記号を変えてイコールの反対側に引っ越しさせること何でプラスやマイナスを変えるのって気になる人を応援したいのでまずはこれを見てください彼はマイナス。マイナス思考でいつも落ち込んでいるんだそんな彼がある日道を歩いていると。 目の前に橋が、この橋はイコール橋。こんなところに橋なんてあったっけって思いながら渡ってみるとなんということでしょう渡り終わった彼はまるで別人。すっかりプラス思考になりましたとさで試しに橋を渡って戻ってみるとまたマイナス思考にどうやらこのイコール橋を渡ったら性格が反対になるようです ただその謎はまだ解明されていないよね。そこで真面目な解説。符号が変わる理由は等式の性質。等式とは 2+3 は5のようにイコールがある式のこと。イコールの両側に2たに 2+3 と5があるね。これは 2+3 を計算したものと5が同じことを表しているよ。イコールの左と右は等しいという意味だ。等式の性質を解説するために A イコール B だとしてみよう。 A と B は同じってことだね。この A と b 両方に c を足してみようこの場合 A C C と B c も同じになるんだ。つまり等式の性質とは同じものを足しても変わらないということもちろん同じものを引いても変わらないよ x 3は16にこの等式の性質を当てはめてみると X-3 3 3。3は16両側に3を足したね。 でもどうして3を足したの1でも2でも10でもいいよね確かにどんな数を足しても引いてもいいのになんで3を足したのかその理由はここに注目マイナス3に3を足したらどうなるかな答えは0になるねつまり x-0 は16プラス3ということマイナス0は普段書かないから x は16プラス3ということになるね3を足したのは x の隣を0にするたためだったんだっんね気をつけないといけないのはどちらにも同じ数を足したり引いたりしないといけないことだから16の隣にプラス3が残っているねそれじゃあこの場合はどうしたらいいかなゆっくり考えたい人は一時停止をしてね x の隣がプラス4なので4を引いたら0になるね0にするために4を引いたから18の隣にはマイナス4が残るんだこれをまとめると x の隣の数を例にするために反対の符号の数を足したり引いたりするからプラスがママイナスにイナスがプラスに変身したように見えるってこと。で文字にすると複雑そうだから理由が納得できた人は移行したらプラスとかマイナスが入れ替わるってことだけ覚えておこう。